はようございます。本日の入荷速報です。本日も糸引きが大量ですね。大量っていうことはないですけど、ようやく夏の魚がガンガン回ってきてくれましたね。大きさ的には 3.4キロ、めちゃくちゃ目玉も綺麗です。はい。そして定番小雪大好き。小雪ちょっと小さいです。 1.9 と 1.4、 飲食店さんとか個人向けさんではちょうどいいんじゃないですかね。そして実際のところ秋の定番になってくるんですけど、天然カンパチが今日取れました。小さいですけどね、まだ 2.2 です。これは多分身がしっかりしてます。桜色ですっごい綺麗ですよね、天然のやつで。鱗もものすごく強いです。はい。これもこう僕的には寝かせた方が美味しいかなって。今日は多分コリコリがしすぎですが、しかしコリコリが大好きっていう人はもうたまんないでしょうね。はい、 2.2 です。で、サゴシですね、ちょっと小さめですけど 1.2。 はい、なめろとか美味しそうですね。そしてちょうど1キロの水イカですね。これもちょうど食べ頃なんで。はい。で、次、はい、注文のですね、今日はもうちょっと味が本当に少なかったです。肩ちょっといいやつを避けてみましたけど、100から200の間、そしてカマスもちょっと下火になってきました。はい。で、これまた注文の中でも僕が好きなこうヘイマとか、まあまあ形いいです。このまんまなんか鱗を剥いで塩焼きで食べてみたら美味しいかと思います。そして小さいですけどヒラメですね。はい。おそらく 400-500g サイズと思います。息作りとかちょっと僕的にはこれちょっと薄いですね。これはこう身が少ないかなと。こういう風にこんもりとしたやつ、これはお刺身引けると思います。はい。今年は結構小さいですけどヒラメは持続的に取れています。はい。そしてこれも定番ですね、夏の定番トルネ、ちょっとだけしかありません今日は。はい。ちょうど本当にこう作って食べる大きさです。はい。そして小味、豆味、これも少量ですけど、はい。それに片干し、ひもだちとは言ってもちょっと大きめになってきましたね。もうタチウオって呼べるんじゃないかなというサイズになってきました。今日はふるさと納税とか僕的にもちょっとまだまだこの糸引きもたくさん取れてます。今日はもうふるさと納税のうちの高級お刺身セットはこの糸引き味を引きたいと思います。はい、はい、本日もご注文の方よろしくお願いします。